そこ行くお嬢さん、こんばんは。積んだもんじゃない、どうしたの。大晦日といえばあれですな。わかった、あれでしょう、紅白歌合戦。え、まああれですな、今日は年越しそばを作りますぞ。カップ麺かしら。それも悪くないのですが、今日はこちらの材料をご用意しました。いつものゆでそばとは違うわね。さようでございます。今回は冷凍食品で揃えてみました。今年は冷凍食品をたくさん食べたわね。これはキトプバの滑らかで喉越しが良いそば、3食入りで197円で購入しました。作っているのは大阪府の株式会社サンデリックフーズ。うどんやそばだけでなく、ラーメンやスパゲティなど幅広く麺類を作っている会社さんですぞ。大阪といえば今年から FC 大阪が J リーグに参加しましたな。月あらば J リーグ。ホームスタジアムはラグビーの聖地、花園競技場ですぞ。へえ、ラグビーの場所でやるんだ。これは赤トプバの国産原材料使用、大和芋入りとろろ 40g2 袋入りで198円です。そばと同じ値段なのね。国産長芋は多幸ございますな。作っているのは埼玉県のマルコーフーズ株式会社。冷凍や乾燥とろろを作っている会社さんですぞ。電子レンジで解凍しちゃいけないのね。理由は分かりませんが、流水か冷蔵庫で解凍しましょう。最後は赤トプバの刻みネギ、中国産で 120g98 円ですぞ。これは値段としてどうなのかしら。国産の生ネギと比べたら安いのではないでしょうか。刻みネギは生タイプもありますので、ネギが高い時期に使うのがいいでしょうな。せっかくですので重さを測ってみましょう。3つで 579g だから1つ 193g ね。とろろは2つで 84g、 1つ 42g ですな。では調理開始。沸かしたお湯に冷凍そばを入れますぞ。茹で時間はどれくらい？説明では1分とありますが難しそうですな。様子を見ながらやっていきましょう。そういえばめんつゆがないけどどうするの？今回は総味のつゆを使いますぞ。本来なら特場でまとめるべきでしょうが、買い忘れてしまいました。私は総味でいいわよ。うん、総味がいいわね。そうしましょう。そうですか。それでは入れますぞ。これくらいでいいでしょう。器に盛り付けますぞ。できたわね。ではトッピングを乗せてまいりましょう。なかなか粘り気がありますな。ちょっとさっぱりしてるわね。彩りとしてネギを入れますぞ。はい、ごてん。固まったまま入れちゃった。今日は特別にこれをご用意しましたぞ。かき揚げじゃない、どうしたの。チヌヤの冷凍海鮮かき揚げですな。一袋5枚入りで277円です。揚げ物が入ると豪華になるわね。さあお嬢様、ぐいっとやってくだされ。じゃあ温かいうちにいただきます。はい、どうぞですぞ。ぬめっとしてるわね。ぬめですか。麺の周りがぬめっとしてるのよね。油とは違う感じなのよ。たっぷりのお湯で茹でて湯切りする方が良かったかもしれませんな。実はですな、麺つゆが入った冷凍そばを作ったことがあるのですが、その時は今回の方法でいけたのです。流用したってわけね。その他はどうですかな。とろろは粘り気が強いわね。ご飯にかけたら美味しそう。ネギは特に乾燥はないわね。かき揚げは甘さと適度な硬さがあって美味しかったわ。お蕎麦によく合うわね。なるほど、そばさえうまく茹でていればよかったかもしれませんな。来年は頑張りますぞ。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。香川県には年明けうどんというものがあるそうですぞ。ぶれないですな。